尺八とですね、ギターでマホロバという曲を演奏させていただきました。普段はいろいろですね、世界の民謡だったり、日本の民謡だったり、いろんな曲を演奏させていただいたんですけども、民謡の中では割と民謡と歌謡曲のちょっと中間あたりになりますけども、元歌が子守唄になっている曲で、武田の子守唄という、Oh,